近年、働き方改革の号令のもと、多様化する企業のスタイル。そんな中、独自の取り組みで会社設立から7年連続業績を上げ続けている企業があります。不動産の買取販売を行うレジデンシャル不動産。急成長を遂げることができたのにはある理由がありました。やっぱりまずは会社主導のね、会社ではなくて、ね、従業員主導の会社にしたいなというところ、やっぱこれが一番大きい。推し進めるのは従業員主導の会社。普段そのイベントとかで仲良くしてもらっている分、まあ、仕事中でもこう意見を言い合えますし、自分で発想した考えですとか日々行動に移してやっていっている。従業員のやる気を糧に躍進する企業の取り組みに迫ります。埼玉県を拠点に展開するレジデンシャル不動産は、中古マンションの買取再販事業や不動産コンサルティング業を行っています。激戦区の首都圏において初年度に9億円を売り上げると、その数字は右肩上がり。昨年度の決算では128億円の売り上げを記録しました。事業は主に法人を相手にする B2B のスタイルを主軸としています。そしてこのスタイルこそ、レジデンシャル不動産が従業員主導の会社を目指すことにつながったといいます。我々の会社業務って、B2B で、ね、買っていただけるお客様っていうのは、喜びっていうのは見れないんですよ。お客様満足、これどうやってこれ上げるのかなと、どうやってこれを、高めればいいのかなと、そこの中で考えても、やっぱりね、従業員満足、ここをどう上げていくか。内田代表が掲げる従業員満足の向上とは一体どういうことなのか。そこには会社の成長にもつながる3つのキーワードがありました。入社1年目の西村さん。埼玉市生まれの埼玉市育ち、埼玉市在住です。まあ、大宮の東口であればちょっとこうにぎわってる、ちょっとガヤガヤした印象なのと、西口だとちょっと落ち着いた、ちょっと行けばもう住宅街なので、地名を言われれば大体どのあたりかは、はい、分かります。東京などの主要都市に比べて街の市場性がつかみにくいという埼玉エリア。あえてそのようなエリアで事業を展開するのは、地元を熟知するスタッフの力があります。都心とは違って、例えば人気のエリアだからとか、人気の路線だから物件を選ぶんではなくて、やっぱりそのエリアを知ってたりとか、やっぱそのエリアに縁がある方、そういった方がですね、そのエリア内で物件を選んでいただいて購入されている傾向があると思います。地元で生まれ育った従業員は西村さんをはじめ43人、埼玉支店全体でおよそ8割に当たります。田中取締役もその一人。この従業員の特徴が会社の強みになっていったといいます。代表の内田も私も埼玉県出身と、で、まあ、従業員社員のみんなも、埼玉県出身者が多いと。そうするとやはりおのずと埼玉がもちろん好きですし、埼玉のことをよく知っていると、それでしたらやっぱり知らないエリアに行って戦うよりも、知ってるエリアでしっかり根を張って、攻め続けることによって、エリアの方のシェアを拡大していきたいという方針があるからです。埼玉県の物件の良さを提案できるのは地元の人間。土地勘があり、物件の位置や証券内のエリアの市場性を把握しやすいと田中取締役は言います。さらにそれだけではありません。こういうこのカラー的な部分もやっぱりちょっと関係してくるんじゃないの？あ、そうですね、建具が綺麗ですとより生えていくのかなとは思います、うんうん、この日は各部署の若手やベテラン社員が集まり、内装について決める会議が行われていました。約20畳ぐらいあるっていう風な空間ですと、小さい家具を置いてしまうとちょっともったいない。インテリアでちょっと大人っぽい、それこそさっきのガラスみたいな、これは
そうですね。すねとかカラーセールスも一緒でしょ。多分これは。そうですね。はい。じゃお二人が両案が出してるものをまとめた状態で。なるほど。よろしいのかなと思います。じゃこのグリーンフォレストのこのパターンで。はい。決定ということで。はい。はい、大丈夫かな。はい。年齢や男女の区別なく積極的な議論が行われる会議、それがレジデンシャル不動産の社風だといいます。年齢関係なく経験関係なくこう意見をぶつけ合えて、その人間関係が助けられてるかなと感じます。入社2年目の営業マン勝負谷さんもまた職場環境の良さを強調します。挑戦する環境が整っていることと、まあ、失敗しても怒られるのではなくて次にどういう動きをするかというアドバイスをいただけるところですね。でまた成功すると全員が喜んでくれるという喜びを共有できるところだと思います。現在勝負谷さんは後輩の指導に当たる立場、育成についての相談相手はいつでも支店長が引き受けてくれます。その方がやっぱり仲介業者さんと人間関係の方がうまいこと構築できてなくてですね。なるほどね。どのようにアドバイスしていったらいいのか。年齢の差とかもあって多分そこが一番壁になってると思うから、いかに仕事じゃない話をするか、相手を知ってもらうっていうところを心がけて話してもらえるようにすれば、ね、多少お客様ともクライアントとも、ね、密接な関係になれると思うので、どんな立場でも気軽に話し合える環境。支店長の渡辺さんがこうした部下との関係性を築くために大切にしている点とは。会社のビジョンでもある若い力を大切にするという部分は私も一番大事だと思ってまして、相談がしやすい雰囲気作りっていうものを非常に心がけてまして、あまりこうすごい真面目になってしまう雰囲気だとなかなかこう意見も言いづらくなってしまうっていうのもあると思うんで、まずはこう会社自体も明るく何でもこう相談できるような環境づくりっていうのを一応心がけてまして、その中から日々の会話の中で社員の本音っていうものを引き出せるようにやってるような感じですね。社員同士の良い関係が会社にもたらす利益も絶大です。若い社員の方がとてもいいアイデアを持ってますので、そういったものがしっかりと会社に意見が通る部分っていうところが一番当社の強みじゃないかなというふうには思ってます。離職率が下がって辞めない会社になってきた、特にね今若い社員は辞めなくなってきてます。入ってくる方々に対して今の社員がそういう環境を作ろうって、レジデンシャル不動産が考える働きやすい環境というのは組織体制だけではありません。こちらはですね社員専用のトレーニングルームになっておりまして、就業終わりに社員同士が、トレーニングウェアに着替えて、運動を行うと、こういう社員同士の交流の場にもなっております。あ、無理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 レジデンシャル不動産は福利厚生のための施設として、トレーニングジムのほかバーカウンターまで設置、社員同士の接点を数多く設けています。ここでみんなでパーティーをやります。皆さん楽しそうにお酒飲んだり、仕事とのオフがはっきりしてるなとは思います。ここだとすごいなんか何でも全然関係ない話もできるので、すごい息抜きがここでできる感じですかね。また毎月さまざまなイベントを実施、頻繁に社内交流も行っています。大運動会ですね。あとは屋形船、全員で一艘に乗って、お食事をいただいたりとか、バーベキューも行えますし、あとは映画館を貸し切って、映画館紹介ですかね。それを機にですね、やっぱりこう普段挨拶しかこうすれ違ってもしなかったっていうその社員同士でも、やっぱりそれでこう一言二言会話をするようになったりとか、そういうのも非常にこう見受けられましたので。こうしたイベントは平日の午後、
業務時間内に行うように調整しているといいます。コミュニケーションってすごく一番大事だと思いますの でそれがこ うまく取れないとやっぱり業務にも支障をきたしてくるというふうには思ってますので、やっぱりそういう意味でもですね、その風通しだったりそういうイベントを通してこう仲を深めるっていうのは非常に重要なことだと感じております。これほどまでに福利厚生にこだわる理由、それは顧客主義を追求し続けたからこそ導き出された答えだと内田代表は言います。もともとはやっぱりね、お客様満足、これどうやってこれ上げるのかなと、どうやってこれを、高めればいいのかなと、そこを最初ね、お客様どうすべきかを考えてたんですが、そこの中で考えたのがやっぱりね、従業員満足、ここをどう上げていくか、笑ってもらうこと、これが一番大事なのかなと。それが当たり前になれば、おのずと社員は会社好きになってくれて、きっとお客様も喜んでいただける環境になって、だからどれぐらいね、社員が笑える環境を作れるか、これに対して我々会社としては注力をしている。顧客主義から発展し生まれた従業員第一主義の考え方。栗田さんは結婚出産を経たことで、レジデンシャル不動産の福利厚生の充実ぶりを改めて実感したといいます。キッズデイ休暇ができて、積極的に子育ても続けていいんだなというふうに思えるようになりました。私の娘が今保育園に通ってるんですけれども、保育園に通っていると結構行事が多くて、運動会だったりあと発表会だったりあるんですけれども、そういった、行事の際にお休みを取得できるという休暇になります。子育てに集中できるので仕事も頑張ろうという活力が湧いてきます。レジデンシャル不動産の従業員の実に半数近くが女性、仕事と家庭を両立しやすい環境づくりにも積極的に取り組んでいます。従業員満足の向上を第一に考えるという方針にシフトしたレジデンシャル不動産は2019年、創業8年目を迎え、社員数は120名となりました。これから1年間始まります。自分でね、一歩踏み込まないとですね、何も変われない。個人の皆さんもね、より多くのね、可能性を開花させていただいてですね、また挑戦ねしていただければと思います。働きやすい職場環境で社員を鼓舞し、埼玉県を代表する企業を目指すレジデンシャル不動産。常に新しいことにチャレンジするというところがこの会社の素晴らしいところだなと。従業員のことを一番に考えてくれる最高の会社だと思います。女性を大事にしている会社なので、私としてはすごく一番の魅力なのかなと感じます。理想の形へと成長を続ける中、内田代表は従業員満足のその先を見据えていました。今のいる従業員の方々が喜ぶってのも大事なんですけども、今の我々の仲間の家族が喜んでもらえる環境、例えば子供からパパ楽しそうだねとか、そうするとやっぱりね、家族もね幸せになれますし喜んでもらえますから、そこをやっぱり一番最終的なねゴールにしたいなと。社員が一番輝ける環境、その先に生まれる幸せを原動力に、レジデンシャル不動産はこれからも躍進を続けます。